皆さんこんにちはピアノ教室の動画はですね、えー、Facebook はじめの一歩、えー、オンラインプログラムについてね、ちょっとご紹介するのと、まあ、このオンラインプログラムについていろいろね、ご質問が来ておりますので、それについてお伝えするという内容になっております。はいえー、Facebook はじめの一歩オンラインプログラムはですね、えー、この間ですね、東京の方で、 Facebook 初級講座というのを行いました。本当にねフェイスブックの,あの基本的なことを知りたいよっていう方のためのね、えー、セミナーを開いて、ま、たくさんの人にね来ていただき大変盛り上がってですねあの、まあ、実際その設定をねみんなで一緒にしたりとかあの結構知らないことがいっぱいあったとおっしゃってあとはその まあ紙あのアプリがあるんですけどもね自撮りのね、まあ、そんなのもご紹介してもうみんなでもパシャ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 撮って <laughs> え楽しかったっていうのとねあ,のありましたまあそんなところでですね、えー、その初級講座の方はね、まあ、どんなことをしたかというとあのこれ全部ねオンラインプログラムが収録されてるんですけど、まあ、3つのことについてねお話しました。一、えー、つはですね あの個人アカウントまあ、個人ページですね facebook に入ると皆さん必ず個人アカウント取って個人ページが持てるんですよそれについての説明ですね特に初めに設定しといた方がいい基本的なことがいろいろあるんですけどあまあそれは安全対策のようなものですねこれのなんかもお伝えしましたでまあ多くの方はその方そ 公開設定とまあ友達設定、まあこれについてねあんまりよくわかってらっしゃらなかったので、まあそんなことなんかもお伝えしました。あとにはですね、二番目はですね、えー、Facebook いろいろ機能があります。これぜひ知っておいていただきたい機能が、えー、Facebook グループ、あのー、まあグループに入るでもいいしね、自分でグループを作るでもいいし。 ぜひこれはあのピアノ教室の先生助手席業家の方グループを作るなんていうのもね将来的にはぜひやっていただきたいので、まあ、そんなことなんかもあのお伝えしましたあとは大事なこれはですねやっぱ安全対策セキュリティのことなんですけどタグ付けに対してね、あのー、まだタグ付けされたことない方はいいんですけどあのいろいろ活動をしていくとですねタグ付けされるようになりますこれをね ちょっと事前に皆さんの方でタグ付けに関して設定ができるんですね、まあ、そういったものなんかもあのお伝えしましたあとあのお友達を、ね、タグ付けする方法なんかもねあと最後はですねこれも絶対是非是非知ってほしいんですけど多くの方はですねあの Facebook をビジネスで活用できるということ案外ご存じないんですよ ビジネスででで活用できるんですね。これも使わなきゃ損ですのでビジネスの,あの、えー、活用の仕方、まあ,あの主に言うとですね Facebook ページについてあのお伝えしました。で実際あのセミナー、えー、終わってからですねちょっとそこでは ページでね作るの時間かかるのであのセミナーあのランチにね一緒に行かれた方なんかには実際そこでねページの作り方をあの実際見てあげて、ね、あのそこでページがあの何にも何もできちゃったというですねまた SO なんかもね SEO なんかもね, SEO なんかもねあのすごくこの辺関わってきますので、まあ、そんな話をいたしましたこれが本編のプログラムになっていますこれれ全部、ね、あの収録されてますけど あとあのぜひここでねあのお伝えしたいのが4大特典があのこの、えー、オンラインプログラムにはついてるんですよ <laughs>、えー、まずはですね多くの方が f フェイスブック代表してね sns の代表格であるこの、えー、facebook、ま、sns についてねちょっと怖いっていう認識があのある方が多 いいんですね私の方にもよく相談があるんですけども、まあ、それに対してあのちょっとねえ怖いっていう気持ちを克服できるようなあのマインドセットっていうのかな気持ちのねメンタルのことなんかについてお話した動画をあのお付けしますねまずこれを見ていただくとあとはですねあもうこれ是非ですね、えー、皆さんにお伝えしたい素晴らしいアプリがあるんですよ。 まあ自撮りのアプリなんですけどね、まあ、それについてご紹介して、まあ、実際どうやって、ね、撮るかなんかも、あのー、お伝えしてますあとはですねあこれも本当大事ですねフェイスブックページフェイスブックちょっとビジネスで活用できるって知らない方あのぜひですねこれあの見ていただきたいしフェイスブックページこれぜひ作っていただきたいんですけどその作り方はですねえもう細かく丁寧に ゆっくりですね、もうスマホの画面をこう録画しながら実際私がこう触りながらですねやったのがあります。これぜひ必見となってますのでこの,あの、ね、動画をゲットしてですね是非 Facebook ページを作ってですねビジネスに活用していただけたらと思います。 で最後はこれはですねもうぜひ皆さんあのこれがあったらいいんじゃないかなと思う特典、えー、なんですけど Facebook フォローアップチームというのを作りました、えー、ご購入かれされた方はで Facebook ね登録された方はあの招待いたしますのでこちらで、ね、1ヶ月間 えー、11月中ですね。もう何でも何でもあ,あの質問していただいたら私の方が答えます。えー、私のあのサポートスタッフさんなんかもあのスタッフさんじゃないサポートまあピアノ先生なんかも入っていてあのそういった方たちもどんどんあの質問に答えてくれると思いますので、あの Facebook に慣れた方がね、えー、ぜひですねここであのいろいろあの質問していただければね、えー、いいと思います。実際ですねあの自分のね。 個人ページはもともとできてるんだけど、Facebook ページが作れたのに、自分のページが見れなくなっちゃった。どう,どうしたらいいでしょうとかね。まあそんなのとかですね。まあまあか可いい質問がいろいろありましたけど、まあそんなのなんかもぜひですね、チームに入れていただければ、あのどんどんお答えしたいと思います。ただですね、あの今わからない方はいいんですけど、Facebook 広告という少しですね、上級者アイテムっていうのかな。 あるんですけど、これについては申し訳ありませんけど、チームの方ではフォローできかねます。これはもうね、上級者あのかなりね、えー、あのー、慣れた方があの取り組んだらいいことだと思うので、これについてはねあのまた別途あの何か、えー、プログラム作ろうと思いますけど、Facebook 広告に関してはちょっとあのお答えできないということだけあのご了承いただければいいと思います。はい、さあそれではあの Q&A。A えー、行きたいと思います。q&a い、ね、ろいろ入ってるんです用語はその都度検索しますが、その説明文がややこしく分かり,分かりづらいですよね。用語はね、分かりづらいですよね。えー、そうですね。あのー、なるべくですね。あのー、動画の方では実際の動かして、えー、見てますので、あのー、どちらかという用語というよりも手順をね。あのちゃんとあのー、入れてますので、あの大丈夫かと思いますね。 で仕組みについて例えばタグ付けされたらどこまで拡散されるのかなど根本的なことがわからないので知りたいです。あそうですねタグ付けは、えー、とタグ付けされると,うんと皆さん、ね、あのどなたかが皆さんと一緒に写真を撮ったとお友達がね A さんが皆さんと一緒にお友達と写真を撮った。A さんが そのいろんな友達の中にあなたのこともお名前タグ付けしたらええー、っとですねまずあなたのお友達には拡散しちゃいますあの乗りますからねあなたのページに載りますのであなたのページを見れる人に、えー、拡散しますねでもう一つはその人 A さんのお友達のフィードおとあ A さんのフィードに乗っかるので A さんの友達にも見られるってことですねだから あなたのチームと A さんのチームに、えー、その情報が拡散するということです。でこれがあのその A さんがとっても仲良しでねあ別にいいのよっていう人だったらいいけどちょっとなんか疎遠な人とかやれると嫌じゃないですか。そのの時にタグ付けの設定がちゃんとありますあの自分で事前にね、えー、タグ付けした時にこう許可をね あのー、自分が許可するという,うタグ付けがあるんでそれについてはあの動画の方で、あのー、ご説明してますので大丈夫ですよ。はい、あと,あ、えー、とこれからの子どもたちへの音楽教育の情報あえっ、ー、とですねこれは逆ですね Facebook でそういう情報が取れるかと。 これがねすごいんですよ。今ピアノ先生たくさんたくさん facebook 上にいます。あのお友達でつながった方がそういったいい情報をね。シェアしてくださったりしてます。また、あのその方が公開設定してると、あの、えー、いろんなその人がの友達の情報なんかえっ、ー、とですね。どういうことかっていうとんん、あなたがいます。a さんがいます。a。 にま,た B さんが言いますで B さんがすごいいい情報ね音楽教育のいい情報をあのなんか書いてたでそれをに対して A さんが「いいね」をしたっていうとその A さんが「何々 B さんの情報をいいねしました」って言ってあなたも見ることができます。あのい,いつもいつもじゃないですよ。いつもいつもっていうのはあのまあいろいろあるんですけどうーんまあそれぞれこの人が公開設定したりこの人が公開設定したりする場合ですけどまああの 皆さんがフィードを見てると、そういった情報がねどんどんあの出てあの,あのもらえるようになります。なので、えー、情報のチャンスが広がりますね。いろんな情報が取りやすくなります。なので皆さんの欲しい情報なんかも出てくるかもしれませんよ。はい。あもう一つピアノの先生は。 教室のアカウントを作っている方が多いですが、ホームページやブログとの違いでメリットはありますかあ、教室のアカウントっていうのが先ほど言った、フェイスブックページです。えー、ホームページやブログとの違いで、ホームページとブログの違い、うん、そうするとですね、ホームページなんだ、ブログなんだ、フェイスブックページなんだそれはやっぱりあの違いますが、うーんとですね、えー、ホームページ、大きさで言うと、ホームページは、 いろんな情報が載っけられますなので情報量がたくさんあるいいホームページだとね。でブログはあんまりそのコンテンツがたくさんやれないので情報がうんもう少しこう狭まれるっていうんですかね。ホームページはもう、まあ、いろんなうん引き出しができるみたいなね皆さんのサイトって言って引き出しがいっぱい。でブログは引き出しがそんなにはできないですね。どっちかとこう流れる まあ、縦にこう流れるなんていうのえっと一日の記事二日の記事三日の記事四日の記事こう流れてきますよねホームページは、えー、そうじゃなくて、えー、教室案内のページレッスンの料金のページうんとアンケートのページああなんてうのお客様の声のページとかねまあそんな風に、えー、自分のプロフィールのページみたいなこうなんてのですかねこう こう網羅する感じですかね。ブログはークどっちかと縦に見ようという感じです。で、facebook ページはブログに似ています。大変ブログに似ています。ただ、あのえっ、ー、とその開示の仕方ですね。まあ、seo のやり方はもう少しブログよりは狭いんですよ。で、それはあの動画の方で説明してますので、よかったらあの,あの見てみてくださいね。まあ、そんな感じですね。メリット。 メリットは、いや、あのー、えっ、ー、とですね SEO かかあの、SEO に食い込んでいきますよ。なので、えーまあ、それも動画の方で説明してますけども、あのー、作っとくといいと思います。何だって、ただですからね、Facebook ページね、うんあの、作った方がいいと思いますよ、私はね。はい。でもう一つ。あ、発信の方法として、ブログの貼り付け、ホームページの貼り付け、 Facebook のページどれが効果的かあ、重さですねうんそうするとねうーんとえー、もしも s o が同じぐらい強いんだったら情報量ということではやっぱりホームページ、えー、ブログフェイスブックページだと思いますただもしもですよ皆さんのホームページが s o が弱くってねっ 皆さんのブログが SEO がよくって案外フェイスブックページの方が SEO が強かったりするとあれですよ強い方があの有益なので、まあ、SEO とその中のコンテンツ、まあ、両方見るといいんじゃないですかあのなので皆さんの持ってるもしフェイスブックページがうちの塾生さんなんかもブログとホームページを抜いてフェイスブックが SEO 高い人がいるんですよ。 皆さん自分のね持ってるフェイスブック持ってるブログ持ってる SEO 持ってるねで本当はまあホームページブログフェイスブックがまあ一番、まあ、順番としてはそうなる可能性があるんだけどあのえっ、ー、といろいろ運用の仕方でフェイスブックがその3つの中で上来ちゃう人がいるんですよそうしたらフェイスブックせっかく上にいるんだからフェイスブックページあの運用したらいいですよねそういうふうになります、えー、なのでですねフェイスブックページ作った方がいいですね フェイスブックはとても苦手なので友達しか公開してません、うん、苦手かこれはなんかもしかしたら SNS の恐怖症なんんかかがあるかもしれませんね例えばこれからピアノグループに入っていくとしたら普通,普通に投稿したものもそのグループで公開されるのでしょうか普通に投稿したそのグループで公開えグループフェイスブックこの方のおっしゃってるグループっていうのが Facebook グループだったら、別にあのグループにいる場合は公開はされません。そのそのグループの方が。フェイスブックグループについて、わかんない方もちょっと動画見てからでいいですよ。ここスルーしてくださいねえー。facebook グループに入っている方が、皆さんがそこになんかね。投稿したとしたら、皆さんのことをこう追っかけて見に行くことができるんですよ。あ、何々先生がいらっしゃった。ちょっと何々先生のフィード見てみようって言って。そこで。 あの先生そのね方がいろいろ情報を公開したそれは見れますよ。えー、ただそのお,お友達じゃない場合その facebook グループ A さん B さん C さん D さんいっぱいいて A さんが B さんと友達じゃない場合はもし B さんがですね友達、A、公開だけだったら B さんの情報は A さんは見れません。えー、そういう感じですね。はいう どこまで公開なのか分からずビクビクしながらたまに投稿しています。あ、周りにはやってない方が多く尋ねることもできません。わかるとありがたいです。あ、そうですね。公開については、まあ、その動画でも言ってるんですけども、基本は分けるといいです。えー、家族とかお子さんの投稿については、友達公開にして、えー、まあ,あの開示してもいい情報。 例えば今日どこどこのセミナー行きましたとかどこどこのコンサート行きましたとか今日どこどこで楽しい、えー、イベントに出席もしましたみたいな別に開示してもいい情報に関しては公開なせればいいんですね。だから基本は自分で選ぶんですよ公開の範囲を。これは狭いとこで公開してほしい。これは広く公開しても大丈夫。皆さんが選ぶんですよ。 大事ですね、コーチングでもよく自分人生は自分でデザインするっていう言い方するんですけどん人生は人生をデザインする自分でコントロールするっていう言い方するんですけどね皆さんも自分の投稿した情報をコントロールするといいですよ、ね、あのなるべく狭い範囲での公開にしたいいやこの,あの記事はもうどんどん拡散してほしい、まあ、基本ははでも Facebook は 動画でも言ってるんですけど、拡散するっていうことを目的にしてますので、えー、基本ですね、あんまりみんなに見られてない、見られたくないなっていう記事はあの書かなくていいと思いますね。投稿しない方が問題ないですよ。あの一人ごえ、一人日記みたいのはあのあんまり意味ないですね。だって見てもらうための投稿ですからね。あのですよね。自分書いて気持ちが収まって。 書くだけで気持ちが自分の中で収まりたいって言うんでしたら、本当に自分だけ後悔っていうのはあるんですよ。誰 <laughs> も見れ、誰も見れません。自分だけ後悔。そういうのもいいかもしれない。もうとにかく書いて気持ちを整理したいんだとか言ったら、あの自分だけ自分後悔っていうんですかね。自分だけ後悔っていうのをすればいいと思いますね。はい。積立について友達かもに掲載される仕組み。あ、えー、これはさっき言った限定公開。 っていう感じですかねあのー、なので、えー、初めにちゃんとこう設定するところがありますのでそれについても動画ではお伝えしてますのでぜひですねきちんと設定なさって自分が何をしているか分かった状態でね投稿すると安心じゃないですかはいそういったところです、ね、あの q a をお答えさせていただきました本編3つとこの4大特典がついてあの 本当はですね定価1万9800円なんですけど、えー、実は6日間、えー、限定価格明日あ明日というのはね11月2日の24時までになりますけどなんとなんと、えー、限定価格1万2800円であのご購入できます。さらにですね あのサポートパートナーさん柳沢さんとかね花,花島さんとかあとあのピアノ刑塾の方のお名前をね、えー、チェックフォームのとこにチェックしていただくとなんとなんとこの1万2800円がですね9800円になりますので是非ですねそのお名前ねあ知ってる方がいたらもうどんどん書いちゃっていいので <laughs> 登録してくださいね。でですねねみんなで、ねえー、楽しく安全に あのフェイスブック使えたらいいかなと思います。本当にですね、えー、いろんな情報がねできるあの取れるあの自分の情報も、えー、まあ拡散することができるあのフェイスブック本当にねあのうまく活用すればあの本当に世界が広がりますのでぜひですねあの活用してみたいただけたら嬉しいなと思います。